やれと言われたことをやることしかできないのであれば、フリーランスはちょっと向いてないと思います。マインドセットが弱すぎるっていう。そこは必ず変えてください。今日は動画編集者相談会ということでお越しいただきありがとうございます。視聴者の方に説明するとですね、今回ツイッターの方で動画編集者で相談したい方を募集しました。相談内容を聞いて、いいところはいいと、悪いところは悪いと詰める企画になっております。お名前なんてお呼びしたらいいですか？矢部のり子と申しますので、矢部でものり子でもどちらでも、はい、のり子ちゃんですかね、はい、矢部さんですねおいくつですか？58になりました。孫もいます。そうなんですね。普段何されてるんですか？会社員をしております。広告代理店20年、フリーランスで5年、人材育成コンサルファームに11年になります。プロダクトのプロモーション等をしてました。フリーランスの頃何やってたんですか？広告代理店の20年の時のつながりを使ってイベントの企画ですとか、ウェブ制作とか、そのあたりですかね。今じゃあ副業で動画編集やってるんですね。会社の中の動画を作ってディレクションするみたいな立場でいます。今勤められている会社内で動画の仕事を任せられてるっていう認識だったんですか？まず一つがそれで、もう一つがアーティストの MV のディレクションとか、そういうところで動画に関わっております。アーティストの MV は副業としての活動ですか？そうですね、はい。動画編集始めてからどれくらいですか？10年ぐらいですね。ずっとプレミア？そこで今日のご相談なんですけれども、私ファイナルカットプロをずっと使ってるんです。あと2年で会社員っていうのが卒業するわけなんですけども、改めてまたフリーランスの活動をですね、60歳から頑張ろうと思ってる時に、やっぱり動画編集あるいは動画に絡んだビジネスを中心にやっていきたいと思ってるんですけども、ファイナルカットプロの編集を続けていいのか、プレミアプロに変えた方がいいのかってご相談と、自分が発注する時にどういう基準でプレミアプロの方がこういう利点があるから使ってる人を選んだ方がいいとか、選ぶ視点と選ばれる視点と両方ちょっとご相談したいなと思ってたんですけど、まずご自身がファイナルカットからアドビに切り替えるべきかっていうところで言うと、結論切り替えるべきというか、アドビも使えた方がいいと思うんですけど、アドビをやらない理由って何ですか？最初に独学で始めたんですけども、簡単だった。すみません、質問内容は、今アドビも使えるようにならないことのメリットって何ですか？ファイナルカットプロからアドビに切り替えたところで、ファイナルカットプロの技術が失われるわけでもないですし、ファイナルカットプロの買い切りじゃないですか。だから何を悩まれてるのかいまいちピンときてなくて、青社長の動画をいろいろ拝見したり、いろんなお話を聞く中で、プレミアプロのメリットとかいろんないい点っていうのをすごく分かっちゃったので、背中を押していただきたいっていう感じですかね。まず質問に最初に答えてしまうと、業界標準だからっていうだけですね。ぶっちゃけファイナルカットでもよくて、例えばレペゼンとかって DJ 社長がファイナルカットで始めちゃってるから、ファイナルカットの方が使いやすいから、レペゼン以下のチーム全員ファイナルカットなんですよ。あとラファエルもファイナルカットとアドビどっちも使ってて、ファイナルカットチームもいるんですけど、業界標準としてアドビの方が人口が多くて、クライアントもアドビ使ってるケースの方が多いので、アドビの方が優位だよねっていうだけの話で、ファイナルカットを使ってるクライアントであればファイナルカットが刺さるしっていうだけの話なんですね。両方使えればいいっていう。そうなんですね。一番良くないなと思ってるのが、背中を押してほしいっていうのが意味わからないっていうので、ファイナルカットかアドビじゃないんですよ。どっちもできればいいじゃんって話なんですよね。悩む必要がないというか、なんで悩んでんのって思うんですよ。アドビも求めてる人がいるのは分かりきってる話じゃないですか。アドビもできればよくないっていう話なんですよ。僕もファイナルカットだったんですけど、アドビを求めてる人が多すぎて、アドビも使えるようになりました。逆なら分かるんですよ。アドビしか使えなくてファイナルカットを勉強すべきですかって言われたら、ちょっとコスパ合わないよねみたいな、ファイナルカットの人口少ないからみたいな、勉強してもそれに対するリターン少ないよねって話は通るんですけど、ファイナルカットしててアドビに切り替えた方がいいかなっていうのが、その人でも全然センスがないって思います。だってみんなアドビ使ってるんだから、アドビ使えた方がいいでしょみたいな。しかもゼロからじゃないわけじゃないですか。10年間動画編集やっててファイナルカット使ってるので、アドビをインストールしてちょこちょこっと勉強したらすぐ使えるようになると思うんですね。僕もファイナルカットからアドビに切り替えるの半日とかで変わらないんで、ぶっちゃけ操作感とかファイナルカットに慣れてれば。背中を押す必要性を感じないというか、やらない理由がないんで、背中を押されないとその行動が踏み出せないことの方が一番問題です。話伺ってて反省点なんですけど、10年動画編集やってて、その10年間の間にいろんなことが衰えてるんですね。切り替えっていうところしかちょっと頭になくて、両方うまく使っていくんだよっていう発想がなかったので、反省かなと思いましたね。結局多分ファイナルカットの仕事来たらファイナルカット使うし、アドビの仕事来たらアドビ使うしっていう。
こちらから発注するっていう視点で言うと、そこも同じ。優秀な人材を取りたいのであれば、やはりアドビの方がいいと思います。ファイナルカットを使う人って母数が少なくなるので、優秀な人の絶対数が減るわけですよ。仮に母数に対する優秀率が 10% だとした時に、アドビを1000人使える人がいたとしたら、100人優秀な人がいるわけなんですね。ファイナルカットが100人しかそもそも母数がいなかったら、優秀な人は10人しかいないんですよ。優秀な人の絶対数が多い方が明らかに戦いやすいですよね。なのでアドビの方がいいかなっていう。僕自身も今どっちも使いますけど、やっぱアドビなんで、ファイナルカットで募集してもそんないい人いないというか、フリーランスっていう市場感ではやっぱアドビが今完全に業界標準なんで。それよりも厳しいこと言いますけど、この程度のことで悩んでることの問題です。やれいいじゃんっていう話なんですよ。やることのメリデメを比較したときに、アドビに切り替えることのメリットはめちゃくちゃいっぱいあるわけじゃないですか。仕事も多い、人口も多い、業界標準。デメリットがないんですよ。月額5000円ぐらい。なんか踏み出せないみたいな。なんか勇気が出ない。だから背中を押してほしいっていう言葉が出てきたんですけど、そこを捨てていかないとやっぱフリーランスとしてやっていけないしないと思います。甘いんですよね、そこの考えが。結局そうやってやれと言われたことをやることしかできないのであれば、フリーランスはちょっと向いてないと思います。やれと言われなくてもやるべきなんだから、感情度外視してそこに突き進む力がないと、クライアントが結局ついてきてくれないと思います。今ってフリーランスも非常に増えてきていて、クライアントも選ぶ立場なんですよ。いろんなフリーランスがいて選んでいくと、その中で背中を押さないと仕事してくれないとか、背中を押さないとソフトウェアを変えてくれない人になんか発注しないわけですよ。アドビ使われてるんですねみたいな、今すぐ入れてきます、入れてきました、アドビも勉強してできるようになったんでみたいなスタンスじゃないと勝てないんですよ。ライバル強いんです今。他でも一緒ですよ。クライアントがパワーディレクターを使っていったら、僕だったらパワーディレクター入れてきます、パワーディレクターできますよって言います。そんぐらいのグイグイ度がないとフリーランスとしては絶対やっていけないです。おそらく動画編集スキルは問題ないと思います。もう10年間やられてるんで。大事なのはスタンスとマインドセット。これがフリーランスとして働く上では一番重要なんですよ。動画編集スキルももちろん重要なんですけど、クライアント接点を持った時に、クライアントのために靴を舐めれるか、クライアントのためになることをどれだけ行動できるのかってことが一番重要になってきます。背中を押されないと行動できないみたいなマインドは必ず変えるべきです。勇気が出ないからとかでやらなかったら、フリーランスとして食っていけないわけですよ。単価交渉もそうですよね。自分が単価1万5000円もらえる実力があるとか、 MV とかになったら単価50万の実力があるのにもかかわらず、なんか交渉できなくて50万のバリュー発揮してるのに10万円しかもらえてないみたいなことも起きるんですよ。なんか気まずいとか、なんか勇気が出ないっていう、そこの感情を度外視して、こんだけの仕事をしたんだからこんだけくれよとか、そういうスタンスも必要だし、こんだけやるべきなんだからもうやるわっていう、ノールックで突き進む力みたいな必ず必要になってくるんで、お年のことを言うとあれなんですけど、若いやつらの方がエネルギーあるんですよね。20代の男で何も失うことがない人たちってすごいエネルギーでそこ攻めてくるんですよ。そこに対して戦っていかなきゃいけないってことを考えると、アドビもやるべきかなでつまずいて悩んでたら突き放されるんですよ、若者たちに。そこはもう経験値もたくさんあるし、動画編集歴長いしっていうので、ガッていかなきゃいけないんですよ。検討歩み積もりが出されるわけですよね。今後こんだけ動画編集歴があります、こんだけお金もちゃんと取ります、実力あるんでってなったことに対して、若者がガーって攻めてくるんですよ。その時に若者に、いや待てと、お前動画編集歴なんぼじゃいと、私はこんだけある、こんだけいいものが作れる、だから私にしろよっていう、その強い圧力をかけていかないと仕事持ってかれるんで、これフリーランスの世界そうなんで、簡単に食われます。ソフトウェアごときで悩んでたら、マインドセットを変えていってください。相談内容からかなりずれてますけど、悩まれてるところ申し訳ないですけど、しょうもなさすぎるんですよ。アドビ入れた方がいいですかって、入れた方がいいです以上みたいな感じで終わっちゃうんですけど、その相談の裏にある根本的な問題ですよね。マインドセットが弱すぎるっていう、そこは必ず変えてください。ちょっと厳しくてすみません。他は相談内容あります？アドビ以外は。実際にそのミュージックビデオを作ってる中で、バズらせる方法っていうのがちょっと見つかってないんですよね。歌がいい悪いとか、誰が歌ってるっていうのは別の話として、動画のクオリティというところでどこを見てバズり尺度を感じればいいのかなっていうのが分からなくて。だから TikTok じゃないですかね。でも今それは最近流行ってる曲って全部 TikTok 発信なんで、僕もバンドマンなんで結構 MV とか自分たちでやってるとかもするし、曲も作るんですけど、 TikTok のキッズたちに刺さるかどうかっていうのがやっぱ一番大事で、周りの売れてくバンドとか見ててもやっぱ TikTok ですね。ミュージックビデオもまあぶっちゃけ再生取れてるのは全部有名な人なんで、逆なんですよね。有名になって MV 出したらバズるんですよ。レペゼンとかもそうですよね。この前叩かれてたんですよ。レペゼンが有名な DJ の企画に呼ばれて、ヒップホップガチ勢からあんなんヒップホップじゃねえよみたいな。あれって確かにレペゼンが何も有名じゃない状態で曲出しても、曲自体確かにヒップホップ界隈からみたいなレベルは低いから絶対伸びないんですけど、でもそのためにやっぱ先に認知取ってるっていうのが勝ちなんですよ。 MV だけで勝とうってすることがそもそも間違ってるんで、 TikTok とかの他の企画で認知を取っておいて、そっから MV でバズるんですよ。ユーリとかも歌ってみたとか、なんかこうカラオケ行ってみたとか、本物がカラオケ行ったら何点取れるのかとか、企画自体でバズった上でのファンが増えた上での MV なんでバズるんですよ。曲だけだったら、無名の頃だったら多分バズんないと思います。だって誰も聞く
いか、どれだけいいものを作っても知ってる人がいなかったらもういないのと一緒なんですよ。なんでそこからやっていかなきゃいけないって感じです。だから MV でそもそもバズらせるっていうことを提案しない方がいいですと。バズらせられないんで、先方がそもそもインフルエンサーなのかどうかとか、他で認知を取ってる動きをしてるかどうかっていうのが今も重要なんですよ。音楽だけで売れてる人なんてほとんどいないです今も。まずはできないことをできるって言わないことが一番大事。できるようにしたいのであれば MV じゃなくて YouTube とか TikTok コンサルタントになって、そこでバズらせて MV を作るまでをパッケージにするっていう感じですね。そこまでパッケージにしたらめちゃくちゃ稼げると思います。そこまでいけたらもうベストですけど、現実的なことを言うとバズらせるをポイントにして受注しないと。私は作るだけですよと。バズらせるのはあなたの曲とかあなたの今までのロビー活動だったりとか SNS 活動に依存してますよっていうふうにしないですね。外的要因なんですよ、要はバズるかどうかって。アーティストの既存の SNS 活動だったりとか曲の良さだったりとか、そこ外的要因をこっちに持ってきていろいろ悩んでも一緒何も変わんないわけですね。外的要因と内的要因をきちんと切り分けて、外的要因に関しては知らないですよっていうふうにシャッターを下ろさないと揉めるんですよね。我々もやっぱ魔法使いではないし、ましてや絶対にバズらせますっていうのはもう詐欺ですよね。商談のところでできることはできる、できないことはできないと言わないと、自分はそのつもりなくても気づいたら悪質な業者になっちゃったりとかするんですね。世の中の多分悪質な業者って悪意を持ってるところってあんまないと思うんですよ。外的要因なのにやります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 って言って絶対に解決できないことに一生悩んで、いい仕事ができなくて悪質な業者って呼ばれちゃうみたいなのがめちゃくちゃ多いんですね。ミュージックビデオでバズらせるっていうところにそもそも悩むこと自体が間違ってるっていう。バズらせるのも向こうの仕事なんで、こっちの仕事はいい動画を作ることなんで、バズるような素材でもないアーティスト、僕のバンドとか無名だし、どれだけすごいミュージックビデオを作る人が僕のところについても、素材が良くないものをどれだけ作ってもバズんないんですよ。だから僕みたいなところに対してバズりますよって MV を受注することだけやめてくださいね。これがキムタクが新しい曲出しますってなったらその提案でいいんですよ。僕とかは別に MV に関しては趣味で自分のバンドのやつやってるぐらいなんで、キムタクを僕がやったらバズる素材を殺す可能性はあるわけです。でそれを殺しませんよっていう提案はめちゃくちゃ OK です。っていうようなところでちゃんと切り分けていかないと事故ります。めちゃくちゃ気をつけてください。他大丈夫ですか、相談内容は。今の MV の話がすっごく感謝してます。アーティストにこのまま見せたいと思いました。クライアントもやっぱちゃんと整理してあげないと全部こっちのせいにしてくる時もあるんで、商談の時にあなたはここまで責任あります、私はこっちが責任がありますっていう風に定義しておくっていう、商談の時が一番大事です。それは気をつけてください。じゃあそんな感じですかね。はい、じゃあ今日は厳しくすいません本当に。ありがとうございます。皆さんも今回の動画を見て動画編集として戦っていきたいなと、私は背中を押されなくても頑張っていくぞという方はですね、ぜひ概要欄からいろんなリンクを踏んでみてください。概要欄に関してはですね、今から宣伝流すんでぜひ皆さん見ていただければなと思います。飛ばさないでくださいね、宣伝は大事なんで。この動画を見てね、動画編集に興味を持った皆さんはですね、概要欄から僕の公式 LINE を登録してみてください。稼げる動画編集者と稼げない動画編集者の違い、動画編集のパソコンの選び方、動画編集のソフトの選び方、最初の1年の稼げ方、月5万に達する方、月20万に達する、月50万に達する、月100万に達する方法を無料でプレゼントしています。これ無料なんですね。なんと無料なんですよ。なんで無料なのに皆さん取りに行かないのって思っちゃうぐらい本当にめちゃくちゃいい情報を発信してるんで、ぜひ皆さん受け取ってください。無料な情報を受け取らない人って本当に何なんですかね、なんでって思うんで、皆さんぜひ登録してみてください。登録したらですね、毎日毎日その後もプレゼントだけじゃなくてメルマガが届くんで、毎日読むようにしてみていただければ幸いです。でもう一個ね、公式 LINE があります。それが動画編集キャンプの公式 LINE です。こちらはですね、説明会を毎月やってます。動画編集キャンプは何かっていうと、土日2日で動画編集スキルを身につける超短期のスパルタスクールなんですね。全国の校舎に土日2日だけ来てくれれば月曜日から現場レベルの編集者になれるというオフラインのサービスです。短期間で動画編集スキルを見つけた方はぜひ検討してみてください。概要欄にあるねリンクから説明会の情報を受け取ってください。これが2つ目の公式 LINE、 青かっこ動画編集キャンプ主催の LINE ですね。青の公式 LINE と動画編集キャンプ主催の公式 LINE、 この2つを登録するとなんとこんだけのものがもらえます。ドドンと、すごくない？2つとも登録してない皆さん、2つとも登録するのが大事。青の公式 LINE は毎日毎日有益な情報が発信されるよと、動画編集キャンプの LINE は動画編集キャンプの説明会の案内が受け取れるよっていう感じなんで、そういう感じで使い分けてもらえると幸いです。あとですね、もう1300人以上の人が案件を獲得している青の案件獲得コンサルというサービスがあります。こちらはですね、動画編集スキルを身につけたけど仕事が取れないとか、動画編集スキルはなんとなく無料情報に触れたけどがっちりしたスキルになっていないとか、そういった方に向けたオンラインのサービスです。ちょっと動画編集触ったことあるかなっていう人が8案件を獲得するまで10日でいけるよと、僕らの指示に全部従ってくれれば10日後に現場レベルの動画編集スキルに切り替わって営業方法が分かってしまう、だから案件が取れてしまうと、そういったサービスになっております。こちらもめちゃくちゃ好評なんで、ぜひ概要欄から販売ページ、申し込みページをチェックしてみてください。だから皆さんチェックすべきは青の公式 LINE、 動画編集主催の LINE、 こちら2つを登録した上で案件獲得スクールのページを見てみると、俺どれが合うのかなというふうに見ていただいて、どれか申し込んでいただけたら幸いです。というわけで今回もありがとうございました。いいなと思ったらグッドボタン、悪いなと思ったらバッドボタンよろしくお願いします。勉強になったなとか、これどうなのっていうふうに疑問に思ったことはぜひコメント欄にアウトプットしてください。めちゃくちゃ嬉しいです。その中で今回は以上です。ありがとうございました。